皆さんこんにちは。フィルムカメラ系 VTuber のオブスクラです。今回はフィルムカメラについて調べる方法について話します。 Twitter のカメラ界隈の方とか、昔からクラシックカメラをやってる方には当たり前の知識かもしれないんですけど、これからフィルムカメラのことを深く調べたいという方への道しるべになればと思ってこの動画作りました。ではまずカメラの情報を調べる基本的な文献、本を紹介していきます。まず国産カメラ図鑑、この国産カメラ図鑑という本は1985年ザ・クォータープランニング発行、日本を代表するカメラコレクターたちが持ち寄ったカメラ2205台を写真とデータで総覧するという本です。図鑑っていう名前の通り、本当にデータと写真の羅列なんですけど、この本がすごいのは、他の文献には出てこないこれにしか載ってないっていうカメラがいくつもあるんですよ。少なくとも実在はしてたっていうことを確かめることができるので本当に重要です。市町村レベルの図書館に入ってるっていうこともあるので、マイナーなメーカーについて調べるとき一度は確認しておきたいですね。この本、編集してる人の一人、メインとなった人が杉山浩一さんなんですけど、この杉山浩一さん、ドラクエの楽曲とか中央競馬のファンファーレを作曲したあの杉山浩一さん本人なんです。すごいカメラマニアなんです、杉山浩一さん。次に朝日カメラが編集した昭和10から40年広告に見る国産カメラの歴史です。これは1994年の本なんですけど、タイトルの通り、様々なカメラ雑誌に掲載された広告をまとめたっていう本です。朝日カメラが編集してるんですけど、朝日カメラだけじゃなくて、他の写真雑誌の広告も区別しないでまとめられてます。この本、広告そのものも資料になるんですけど、後半にテキストでカメラの一覧が収録されてるんですよ。これが重要で、機種名、スペック、それからそのカメラが掲載された紹介された雑誌の記事と、それからそのカメラの広告が載ってる雑誌の号数が書かれてて、なのでこの国産カメラの歴史を見て、そこに載ってる情報を起点にして掲載されてる当時の雑誌を図書館で探すみたいな使い方ができます。ただしタイトルの通り、昭和40年1965年までしか載ってないので、ギリギリで情報が載ってないみたいなこともあるので、それは注意が必要ですね。次に雑誌なんですけど、クラシックカメラ専科、クラシックカメラ専科は朝日ソノラマという出版社から刊行されてたクラシックカメラ専門の雑誌です。1978年にカメラレビューっていう雑誌の増刊として始まって、2007年に出た84号で休刊しました。カメラを研究してるマニアが本当にオールスターで寄稿してて、本当に昔のクラシックカメラブームすごかったんだなって熱気が感じられるんですよ。本当にマニアックな内容がテーマごとにまとまってて、一冊ごとに特集が分かれてるので、自分が調べたい分野の号だけでも買うと本当に知識が深まると思います。入手するのはヤフオクとか日本の古本屋で結構簡単です。次にクラシックカメラ選書、クラシックカメラ選書はこれは書籍なんですけど、朝日ソノラマが出版してました。カメラ関係の結構マニアックな内容をまとめた本のシリーズですね。クラシックカメラ選書っていう名前の通り、クラシックなカメラの話をまとめたものとか、それからクラシックカメラ専科に掲載された内容をまとめたってものもあるんですけど、今画面に映ってる写真レンズの基礎と発展みたいな光学の入門書とか、カメラの修理の方法の話とか、非常にバラエティ豊かな内容で、どれもクオリティが高いです。そして、カメラコレクターズニュース。カメラコレクターズニュースっていうのは、著名なカメラコレクターの阿波野幹雄さんっていう方が編集、刊行してた月刊の定期刊行物です。モノクロ印刷で1977年から2007年まで刊行されました。このカメラコレクターズニュース、頭文字を略して CCN って呼ばれることも多いです。これも本当に重要な資料で、コレクターズアイテムレベルの貴重なカメラの現物が写真付きで解説されてます。
ただこれ一般の書店で流通してたものじゃなくて、なので図書館とかで見るのは結構難しいんですよね。私も手元にはちょっとしかなくて図書館で見てるんですけど、後で図書館について触れますけど、GCII ライブラリーと国会図書館ぐらいにしかないんじゃないですかね。このカメラコレクターズニュースについては、有志の方が作品の検索サイトをネットで公開してます。なので、あらかじめそこで目当ての記事を見つけてから図書館に行ってみるといいと思います。次にウェブサイトなんですが、まあ、Google の検索結果もフィルムのカメラについてはそこまで的外れなものは出てこないので、機種名で検索しても全然いけるとは思います。海外のサイトなんですけど、カメラウィキ ORG なんですが、これは英語で書かれたウィキ形式のサイトです。ウィキペディアみたいに編集して作られてるサイトなんですけど、かなり内容については充実してて、例えば日本製のカメラについて言うと、ここまで紹介してきたような文献に基づいて書かれてるので、一定の正確さは担保されてます。世界のカメラマニアが情報を持ち寄ったサイトですね。まあ、海外のサイトについてはマニアックなものいくらでもあるんですけど、ひとまずはこのカメラウィキの脚中にある参考文献とかからリンクで飛ぶだけでも結構信頼性のあるものが見つかると思います。ウェブサイトについてなんですが、この動画で話している内容はクラシックカメラに偏っています。デジタルカメラやオートフォーカスのフィルムカメラについてはこちらのインターネットというブログのノートハウ非創作同人誌を作るための調べ物講座という記事で詳しく紹介されてます。過去のネットニュースだとインプレスのサイトが有用だとか、メーカーの技法を見るといいよとか、とても実際的な内容が書かれています。解説欄にリンクを貼ったのでぜひご覧ください。最後にカメラの関係の文献が読める図書館です。カメラについて調べようとすると、どうしても図書館を使う必要が出てくるんですよ。やっぱり昔の雑誌のバックナンバーとか見ようとすると、全部買うのは難しいみたいなこともあるので、まあマニアの人は全部買ったりするんですけど。なので、いくつか図書館を紹介します。あらかじめなんですけど、この動画を公開してる2021年の時点では、新型コロナウイルスの関係で閉館してたり、利用制限があることもあるので、あらかじめ公式サイトを確認してください。まず、JCII ライブラリーです。JCII ライブラリーは、日本カメラ博物館に併設された図書館です。いろんな写真関係の雑誌とか書籍はもちろんのこと、先ほど触れたカメラコレクターズニュースが全部揃ってます。ここは閉館式で、閲覧したい資料を記入して、司書の方に持ってきてもらうことになります。次に、東京の恵比寿にある東京都写真美術館の図書室です。これは美術館の4階にあって、こちらも閉館式です。写真美術館っていうことで、芸術としての写真関係の書籍も充実してるんですけど、カメラ関係の雑誌とかもかなり古いバックナンバーまで揃ってます。それから、各都道府県の県立図書館。関東地方以外の方にとっては、JCII とか東京都写真美術館の図書館に行くの難しいと思うんですよね。なので、そういう時は県庁所在地にあるような都道府県の図書館っていうのはかなり使えます。例えば、カメラ雑誌のバックナンバーとかだと、1950年代以降のものは結構な確率で入ってることが多いと思います。そして、国会図書館。最終手段っていうのは、やっぱり国立国会図書館になりますね。まあこれは何について調べる時でも一緒だと思います。国会図書館なんですけど、カメラコレクターズニュースは入ってるみたいですね。そして、あと、古本を買うってのも当然手段になります。例えば、1950年代のカメラ雑誌でマイナーなものっていうのは、国会図書館にはないこともあるんですね。なんですけど、案外買おうとすると普通に日本の古本屋で普通に売ってたりします。日本の古本屋とかヤフオクで直接資料を買っちゃうっていうのはもちろん手元に置けるのでベストな手段だと思いますね。というわけで、フィルムカメラに関する文献の調べ方について紹介してきました。私は自宅にそこまで資料揃えてないし、クラシックカメラ専科とかカメラコレクターズニュースはほとんど読めてないので全然ガチ勢じゃないんですけど、この動画がフィルムカメラについてこれから調べたい方に少しでも役立ったらいいなと思います。
ありがとうございました。オブスクラでした。